柳崎湖畔公園は、滋賀県大津市にある都市公園である。琵琶湖畔にある浸水公園で、琵琶湖大津館を中核施設として2002年に開園した。琵琶湖大津館1934年に、琵琶湖ホテルとして竣工した近代建築である。湖国の迎賓館と呼ばれ、昭和天皇、ヘレン・ケラー、ジョン・ウェインらも宿泊した。大阪市中央公会堂や、 歌舞伎座などを手掛けた岡田新一郎に設計が依頼され、岡田新一郎の成長後、弟の岡田正五郎が引き継ぎ完成させた。2000年12月に大津市の有形文化財に指定、2007年11月に経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。1998年に美和子ホテルが浜大津へ移転した後、 大津市が敷地と建物を買い取って修復。琵琶湖を望むレストラン、カフェ、多目的ホール、ギャラリー、貸会議室、琵琶湖、ホテル博物館などを備えた文化施設にリニューアルされ、2002年の開園とともに公開された。ボーダーガーデン琵琶湖大津館の東隣に造成された面積約5,900平方メートルの英国式海遊庭園である。 基本デザインは英国園芸研究家系山だ。2万株の花と草木が植栽されたグラベルガーデンとボーダーガーデンとイングリッシュランドスケープガーデンで構成される。湖畔に位置するイングリッシュランドスケープガーデンでは土地の起伏を生かしてノットガーデン、水蓮地と太鼓橋、そして琵琶湖を望む高台にガゼボが配されている。他に 水蓮池の前にガーデンウェディングのためのチャペルがある。陶器は夜間ライトアップされる。都市計画図の閲覧。ありがとうございます。